お世話になります。噂のエナリストです。今回は来月2023年11月に導入予定の寝台をざっくりと紹介していこうと思います。それでは早速説明に進みます。まずはこちら。劇場版魔法少女マドカマギカ、前編始まりの物語、後編永遠の物語フォルテです。今までとはゲーム性が少し異なっており、ジャクリア役でアイテム獲得をするチャンスゾーンを目指し、調理役ではボーナスを抽選しています。獲得したアイテムはボーナス終了後に移行する AT をかけたバトルの際に使用するので、いいアイテムを持っているほど AT への期待度が上がるというわけですね。今作の AT のマギカフェスティバルは、マドマギ2の時のマギカクエストのようなマス目が存在しており、1セット18ゲームプラスアルファとなっています。レア役を引いた際、どのマスにいるかが重要になってきそうですね。狙い目に関して今のところ分かっている情報では、天井がビッグボーナス間で999ゲームという点と、レギュラーのプチボーナスでは天井がリセットされないという点です。イメージとしてはアネモネと同じようなシステムなんですかね。今後の情報に期待しましょう。続いてはこちら。大工の源さん、超無限です。読み方が違っていたらすいません。パチンコで大人気の大工の源さんが久々にスロットになって登場します。通常時はレア役とスイカの規定回数でチャンスゾーンとボーナスを目指していくゲーム性です。スイカの回数は3の倍数が厚いようなので、ゴブリンスレイヤーと同じようなイメージですね。AT の超無限ラッシュは1セット3ゲームとなっており、50% でボーナスを毎ゲーム抽選していきます。2分の1を3回連続で失敗すると AT が終わるということですね。3ゲームが終わってしまっても引き戻しゾーンもあるので、総合的な継続率を言うと 96% もあるそうです。パチンコでの疾走感をスマスロでも味わえるような台になっているので、個人的には楽しみですね。現状分かっている情報の中で狙えそうなところで言うと、天井が900ゲーム、スイカの規定回数が3の倍数が厚いという点です。それと成功すると AT、 失敗してもビッグボーナスの究極2択という演出がレギュラーが続いている台ほど発生しやすいそうなので、ここも狙い目になりそうです。今後の情報に期待しましょう。続いてはこちら。スマスロエウレカ7です。 A プラス ART の初代に近いゲーム性が話題になっています。ビッグボーナスは ART の期待度が 50% あり、レギュラーはおなじみの押し順当てを5分の3以上正解すると ART に入ります。リアルボーナスを搭載しており、ビッグボーナスの獲得枚数は約220枚だそうです。高設定はかなり安定しそうですね。続いてはこちら。スマスロ、日暮らしの泣くコロニです。人気シリーズの日暮らしが、大泉ではなくリライトから登場します。メーカーは違えど、A プラス ART となっており、技術介入も搭載しています。日暮らしの泣く頃に祭りの DNA を継承している台となっているそうです。天井は400ゲームとなっているそうですが、継承期ということであればおそらく運命分岐モードに突入するだけだと思います。前任者のビタ押しなどによって天井ゲーム数も変わってくるので、あまり狙えることはなさそうですね。続いてはこちら。スマスロとある魔術のインデックスです。とある科学のレールガンに続いて、とある魔術のインデックスも登場します。通常時はポイントを貯めていき、キャラクターを獲得しつつ、規定ゲーム数やレア役でバトルを目指していきます。ポイントを貯めていくシステムはレールガンと同じようなイメージなんですかね。チャンスゾーンは設定1で191分の1、設定6で145分の1となっており、AT 期待度は 52% だそうです。天井が200ゲームになる魔人モードというモードがあるようで、全体的な200ゲーム以内の AT 期待度は 40% もあるそうです。また、天井は999ゲームですが、マドマギと違って恩恵は AT となります。なので割と早めから狙える可能性がありますね。今後の情報に期待しましょう。続いてはこちら。天眼アシュラです。詳しい情報はまだ分かっていませんが、基本的なゲーム性としてはレア役や規定ゲーム数からチャンスゾーンを目指して突破すれば AT といった流れのそうです。サイボーグ009と同じようにフリーズ効果があったりするみたいなので、そこを狙えればかなり美味しい台になりそうですね。今後の情報に期待したいと思います。続いてはこちら。デジスロです。ビンゴシリーズでおなじみのベルゴから登場します。ビンゴと同様にセグが揃えばボーナス確定となります。ビッグボーナスの平均獲得枚数は360枚となっており、1ゲーム連も搭載しているので、噛み合えば結構出そうな台かと思います。ただ残念なことに天井は搭載されていないようなので、個人的には打つ機会がないかと思います。今回は2023年11月に導入予定の全7台を紹介しました。今後情報が増え次第、狙い目を随時配信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。